藤井聡太は、将棋騎士。杉本正隆八段門下。騎士番号は307。愛知県瀬戸市出身。名古屋大学教育学部附属高等学校中退。2016年に、史上最年少で四段商談を果たすと、そのまま無敗で公式戦最多連勝記録を樹立した。その後、最年少一般棋戦優勝、タイトル獲得など多くの記録を更新している。 幼少時代5歳であった2007年の夏、母方の祖父母から、将棋の手ほどきを受けた。藤井の祖母は、3人の娘のところに生まれた孫たちに、囲碁と将棋のルールを順番に教えていた。藤井は芝叩く間に、将棋のルールを覚え、将棋をさせる祖父が相手をしたが、秋になると、祖父は藤井に歯が立たなくなった。同年の12月、瀬戸市内の将棋教室に入会。 入会時に市販から渡された500ページ近い厚さの書紙は割れ、駒落ち定石をまだ読み書きができない藤井は符号を頼りに読み進め、1年後には完全に理解、記憶した。研修会2010年3月、小学校1年生で東海研修会に入会。2011年8月、小学校3年生で第10回全国小学生倉敷を挑戦。 低学年の部で優勝。同年10月に JT 将棋日本シリーズ東海大会の低学年の部で優勝。2012年1月、第9回小学館学年芝居争奪全国小学生将棋大会に出場し、準決勝で伊藤匠に敗れる。6月に研修会 B1 に昇級し、9月に小学校4年生で新進騎士奨励会に入会。 奨励会小学6年生の時に、史上最年少で、奨励会初段、奨励会2段に商談。中学1年生であった2015年10月18日に、史上最年少で、奨励会3段に商談し、複数のマスコミで報じられた。ただし、その2週間前、同年10月3日に開幕した第58回、奨励会3段リーグ戦には間に合わず、 半年近く足止めとなった。中学2年生で迎えた第59回奨励会3段リーグ戦で、2016年9月3日の最終局に勝ち、同年10月1日付、14歳2ヶ月での4段、商段イコール、プロ入りを決め、最年少騎士記録を62年ぶりに更新した。中学生騎士は、加藤一文、谷川浩二、羽生義春。 渡辺明に続いて5人目、三段リーグを一気、抜けしたのは、小倉久志、屋敷、信幸、川上武、志、松尾歩、三枚、道達也に続いて6人目であった。2016年度2016年12月24日に、行われた第30期竜王戦6組ランキング戦、加藤一文との対局が、プロデビュー戦となった。 両騎士の年齢差は62歳6ヶ月であり、記録に残っているプロ騎士の公式戦では、最多年齢差の対局となった。藤井が更新するまで最年少騎士記録を保持していた、加藤を110手で破った藤井は、公式戦勝利の史上最年少記録を更新した。2017年度第30期、竜王州意識ランキング戦6組の優勝立てを受け取る藤井壮太。左は、 羽生義晴。中央は、アナウンサーの島田義男。4月4日、王将戦一時予選で、小林博士に勝ち、プロデビューからの連勝記録を更新した。その後も連勝は続き、6月26日に行われた、竜王戦本戦1回戦で5組優勝の増田、康安弘に勝ち、神谷博史が30年近く保持していた28、連勝の記録を抜き、デビューから、 無敗のまま歴代最多連勝記録を更新した。しかし、7月2日に行われた、竜王戦本戦2回戦での佐々木祐希との対局で、プロデビュー後初の負けを喫して連勝が止まった。藤井の連勝中は各メディアが広く取り上げ、大きな注目を浴びた。2017年3月から4月にかけて、アベマ TV 上2チャンネルで配信された、非公式戦。 藤井聡太四段円の七番勝負。ニュージェネレーションストーリーマイナスでは、増田康弘、長瀬拓也、斉藤慎太郎、中村大二、深浦光一、佐藤康光、羽生義晴の七人と対戦した。共同通信社の観戦記者である杖翔には、この企画を知った時に、若手強豪からトップ騎士までが揃う藤井の対戦相手があまりに強すぎ、 新人騎士を起用してなんと無謀な企画を立てるものかと驚愕し、藤井が2勝できれば上撃、藤井の全敗でも仕方ないと予想した。しかし、藤井は長瀬に1敗したのみの6勝1敗で、この企画を終えた。特に4月23日放送のハブ戦での勝利は、非公式戦にもかかわらず、主催者以外のマスコミで広く報道された。藤井と、 同じく中学生騎士として、プロ入りしたハブは、アベマ TV の取材に対し、デビュー当時の自分と比べても、藤の将棋は完成度が高く、今後の成長に大いに期待できるとコメントした。11月21日、中学生騎士の中での通算50勝の最年少、記録を更新した。2018年2月1日、 第76期準以前 C 級二組の9回戦で、梶浦博隆に勝ち、成績を単独1位の9勝0敗として、最終戦を待たずに C 級二組1位を確定させ、C 級一組への昇級を決め、同日付で5段に昇段した。さらに、同年3月15日の10回戦で3枚、同達也に勝ち、10戦全勝での昇級を果たした。 C 級二組を初参加で全勝したのは藤井が6人目であり、中学生での五段昇段、C 級一組昇級は、いずれも藤井が史上初。第11回朝日杯将棋オープン戦では一時、予選、二次予選を勝ち上がって本戦に出場し、2018年1月14日の準々決勝で佐藤天彦名人に勝利した。二月十七日午前の準決勝で、 羽生義晴竜王、同日午後の決勝戦で、広瀬昭人八段、永久在位中を破り、優勝した。決勝での藤井の93手目 44K について、渡辺明は、18歳、羽生竜王の52銀に匹敵する語り草になる手、と評した。藤井は、五段昇段後前期資産加期戦優勝の、昇段規定により、同日付で六段に昇段した。藤井は、 一般棋戦優勝、全棋士参加棋戦優勝、六段昇段の三つの最年少記録を更新した。藤井が五段であったのはわずか16日間であり、昇段の速度に将棋世界の編集が追いつかないほどであった。2月26日、愛知県は藤井の最年少棋士記録更新、最多連勝記録更新、最年少棋戦優勝記録更新などの業績に、 対し、愛知県特別表彰を行うことを発表した。同年3月23日、愛知県瀬戸市は、藤野の最年少騎士記録更新、最多連勝記録更新、最年少期戦優勝記録更新などの業績に、対し、瀬戸市民栄誉賞を贈ることを発表した。瀬戸市民栄誉賞は新設されたもので、藤井は受賞第1号となる。 4月2日に発表された第45回将棋大賞では、特別賞、新人賞、最多対局賞、最多勝利賞、勝率一位賞、連勝賞、名局賞特別賞を受賞した。将棋大賞選考委員会では、ハブと藤井のどちらに最優秀喫賞を授与するかで、意見が分かれたが、ハブが9票、藤井が4票となり、 最優秀騎士賞はハブが受賞し、特別賞を藤井が受賞した。連名で確認できた1967年度以降に記録4部門を独占したのは、内藤国をハブに次いで3人目。2018年度5月18日、第31期竜王戦5組ランキング戦、準決勝で、船、甲晃平を破り、4組への昇級を決めるとともに、 竜王ランキング戦連続昇級の商談規定により、同日付で7段に昇段し、7段昇段の最年少記録を更新した。1年間に3回昇段したのは、現行制度では藤井が、唯一の事例。7月31日、第77期順位戦 C 級1組の対局により、通算100局の最年少記録を更新した。 藤井のこの時点での勝敗数と勝率は、中原誠16世名人と並ぶ、歴代1位大記録。第1回アベマ TV トーナメントの決勝3番勝負で、佐々木祐希を2勝1敗で下し、優勝した。10月17日、第49期新人王戦、決勝3番勝負第2局で出口若部3段に勝ち、3番勝負を2勝、0敗で優勝した。 12月12日、第27期銀河戦で、安倍健次郎に勝ち、衛星賞を獲得者、中学生騎士の中での通算百0勝の最年少、記録を最速、最高勝率で更新した。第12回朝日配送技オープン戦では、前年度優勝のため本戦シードで出場し、2019年2月16日午前の準決勝で、舐め方正治、同日午後の決勝戦で、 渡辺明棋王を破って優勝し、2連覇を達成。一般棋戦連覇の最年少記録を更新した。第77期順位戦 C 級一組では、2019年2月5日の対局で近藤聖也に敗れ、3月5日の最終戦を8勝1敗で迎えた。この時、藤井は8勝1敗の4名の中で順位が最も下であるため、昇級に関しては、 不利な立場、藤井が勝利し、他の3名のうち2名が敗れると、昇級にあった。藤井は、と、聖龍馬に勝利して、最終成績を9勝1敗としたが、他の3名も全員勝利して9勝1敗の成績で、並んだため、藤井は、順位の差で昇級を逃した。藤井は、師匠の杉本と同時に、B 級2組への昇級を果たす可能性があり、 実現すれば32年ぶりの師匠と弟子の順位戦導組への同時昇級となるため注目を集めたが、杉本のみの昇級に終わった。藤井の2018年の獲得賞金、対局量ランキングは12位であり、2019年度の第40回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦への出場権を初めて獲得した。 4月1日に発表された第46回将棋大賞では、勝率1位賞、増田構造賞を受賞した。勝率1位賞は、歴代1位の中原誠と、同2位の中村大治に次ぐ、歴代3位の記録。2年連続での勝率8割賞は、中原と藤井の2名のみ。増田構造賞は、2018年6月5日の、 第31期竜王戦5組ランキング戦の終盤に指して AI を超えた神の一手と評された77度を犠に対するもの。2019年度4月24日、第32期竜王戦4組ランキング戦準決勝で高見大地に勝利して3組への昇級が確定し、初参加からの3期連続昇級を達成した。 続く5月31日の4組ランキング戦決勝で、菅井達也に勝ち、4組優勝。竜王戦ランキング戦における3期連続優勝を、果たしたのは、木村一揆と長瀬拓也に続く3人目である。第2回アベマ TV トーナメントの決勝3番勝負で、糸谷哲郎を2勝1敗で下し、2連覇を達成した。第69期王将戦では、 初の挑戦者決定リーグ入りを果たし、11月19日の最終局一斉対局を4勝1敗で迎え、同じく4勝1敗の広瀬昭人と勝者がタイトル挑戦となる直接対決をした。一時は藤井翔生となったが、秒読みの中字玉の詰みを見落とし頓死して敗れ、タイトル初挑戦を一した。第78期順位戦 C 級一組では、 開幕から8連勝して迎えた2020年2月4日の9回戦で、高野秀幸に勝利して、成績を9勝0敗とし、最終局を待たずに、上位2名の昇級枠に入ることが確定し、B 級2組への昇級を決めた。藤井の2019年の獲得賞金、対局量ランキングは9位であった。3月24日に行われた第61期王位戦。 挑戦者決定リーグ白組で稲葉明に勝ち、史上初の3年連続勝率8割以上を達成した。同時に年度最多勝ちを確定させ、3年連続の勝率1位も確定させた。4月1日に発表された第47回将棋大賞では、最多勝利賞、勝率1位賞、名局賞特別賞を受賞した。名局賞特別賞は、 第69期王将戦挑戦者決定リーグ、対広瀬戦に対するもの。2020年度4月3日、第33期竜王戦3組ランキング戦、準決勝で、千田翔太を破り、2組昇級を確定させた。続く6月20日の3組ランキング戦決勝で、師匠の杉本正隆に勝ち、3組優勝。史上初の竜王戦ランキング戦で4期連続優勝を。 達成した。新型コロナウイルスの影響により対局が延期となっていた第91期規制戦では、6月4日の挑戦者決定戦で、長瀬拓也に勝利。6月8日に第1局が行われたため、タイトル挑戦最年少記録を更新した。渡辺明との5番勝負では、7月16日に行われた第4局で勝利したことにより、3勝1敗で、 シリーズを制しタイトル獲得最年少記録を更新した。第61期王位戦では6月23日の挑戦者決定戦で長瀬に勝ち2度目のタイトル挑戦を決めた。木村一輝との七番勝負では8月19日から20日の第4局に勝利し4連勝で王位を獲得。これにより史上最年少でのタイトル2冠保持と8段への昇段を果たした。 1>, 1チーム3名による団体戦となった第3回、アベマ TV トーナメントでは、長瀬、増田康弘と共に、チーム長瀬に所属。8月22日に行われた、チーム渡辺との決勝トーナメント決勝では、チーム長瀬が5連勝し優勝。藤井個人としては、第1回、第2回も優勝しており、3連覇を達成した。11月20日、 王将戦挑戦者決定リーグの最終戦に勝利し、史上最年少で通算200勝を達成した。四段到達から200勝までの期間は4年1ヶ月19日であった。しかし前期の対広瀬戦の負けが響き、広瀬と同成績ながらも順位差でリーグ陥落した。12月12日放送の第28期銀河戦決勝にて糸谷哲郎八段を破り、 三回目の出場で初優勝。同期戦で最年少記録を更新した。12月21日、翌2021年3月から士家、サントリー食品インターナショナルの2社と広告契約を結ぶことが発表された。第79期順位戦 B 級2組では、開幕から8連勝して迎えた2021年2月9日の10回戦で、 久保田義幸に勝利して、成績を9勝0敗とし、最終局を待たずに、上位3名の昇級枠に入ることが確定し、B 級1組への昇級を決めた。第14回朝日敗将棋オープン戦では、2021年2月11日午前の準決勝で、渡辺明名人、同日午後の決勝で、三浦博之球団を破り、同期戦で2年ぶり3度目の優勝を果たした。 2021年1月末、将棋に専念したいという気持ちから在学していた名古屋大学教育学部附属高等学校自治大学。3月10日に行われた順位戦 B 級2組11回戦で中村大臣に勝利し、史上2人目の2期連続順位戦全勝と史上初の4回目、4年連続の年度勝率8割以上を確定させた。 2021年3月23日、第34期竜王戦2組ランキング戦、準決勝で松尾歩美に勝利し、1組への昇級及び決勝トーナメント進出が決定した。竜王戦ランキング戦を最短の5期で1組までストレート昇級したのは史上5例目となった。藤井の2020年の獲得賞金、対局量ランキングは4位であった。 2021年4月1日、東京都内で開かれた第48回将棋大賞の選考委員会において、自身初の最優秀騎士賞のほか、最多勝利賞、勝率1位賞、増田構造賞特別賞、名曲賞、名曲賞特別賞を受賞した。なお、年度末までに17連勝まで継続していたが、この場合は、翌年度の対象となるため、 連勝賞は14連勝の沢田慎吾が受賞している。2021年度2021年4月16日、第34期竜王戦2組ランキング戦決勝で、八代渡るに勝利し、史上初の5期連続ランキング戦優勝を果たした。5月6日に行われた、王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦で、深浦光一に敗れ、前年度からの連勝は19で止まった。 一飛者等。得意戦法は角代わりで、角の使い方が独特である。長考肌が、少ない、持ち時間でも正確な終盤力に定評がある。渡辺弥生は、藤井の将棋については、終盤力が注目されているが、と前置きした上で、これまでの将棋を見ると、手厚く指して、中盤で優位を築き、最後は、相手の攻めをきっちり言って余りして勝つパターンが多い。 また、藤井は、双方攻めたり受けたりの接戦を、分かりやすい人手勝ちの局面に持っていくのが、実にうまい。と評した。羽生義晴は、2017年1月4日、藤井の29連勝が、話題になる前、谷川浩二とのトークショーで、もともとを馳せたのは、詰将棋だが、順調に成長している。最短コースで寄せ切るのは谷川先生の、 高速の寄せに似ている。と評した。また、藤井の29連勝が注目を浴びていた2017年6月15日にも、ハブは、藤井の将棋は、高速の寄せを思わせるとコメントした。マスダ・ヤは、藤井の序盤力について、研究しているからではなく、その場で考えて、うまく指しているので、それはなかなか真似できないですね。と語った。 2019年2月16日の第12回朝日配将棋オープン戦決勝で藤井と初対局し、敗れた渡辺明は読みが深く、序盤の理解も優れており、弱点を見つけることができないという趣旨を対局直後に自らのブログで述べた。さらに、藤井の気風は谷川に似た終盤型であり、序盤型の騎士が増えている現状を考えると、 藤井のような終盤型の棋士は貴重になっていくかもしれないという趣旨をインタビューで述べた。渡辺は、その後第91期期聖戦五番勝負で藤井と対局し、第1局の藤井について谷川先生のような勝ち方とした上で、第2局について、中盤で地味な手で決定的な優位を築くハブさんのような勝ち方と評し、どんな展開でも勝ち切れると述べた。 藤井は、詰将棋でも早くから頭角を表している。多数のプロ騎士や、奨励会員を含む参加者が、若いプロ騎士でも見た瞬間に解くのが嫌になるような難問に挑む、詰将棋会当選手権チャンピオン戦には2011年の第8回大会に8歳で、初参加し、23人中13位の成績を残した。5回目の出場となった2015年の、 第12回大会では全問正解で史上最年少優勝を記録した。森下拓、深浦孝一、聖章にはこの方に接した時の衝撃を次のように語っている。6年生で詰将棋選手権優勝はとても現実とは思えないですね。僕はその話を聞いた時心臓が止まるかと思いましたから。それぐらいのことですよね。その後二0十九年の 第16回大会まで5連覇を続けている。5連覇は、歴代1位。優勝回数5回は、宮田厚の6回に次ぐ、歴代2位。2017年7月16日、全日本詰将棋連盟は、歴代1位大記録となる3連覇を果たした藤井と、宮田厚の両名に、門脇義雄賞を贈った。藤井は、詰将棋作家としても評価されている。 2012年に将棋世界詰め将棋サロンに投稿して2回目の入選作となった作品が谷川賞を受賞した。大崎義雄はわずか9歳での受賞というのにも驚く。奇跡としか言いようがない。と語った。2013年には詰将棋パラダイスでの初入選作が漢受賞の候補作となった。詰将棋作家として著名な浦野正彦は、 当時小学6年生の藤井を信頼している詰将棋作家の作品はできる限り解くようにしている。藤井聡太くんもその一人、彼は作家としても一流、と評した。奨励会員時代に谷川浩二から藤井の師匠の杉本を通じて詰将棋創作は控えた方が良いと助言があり、杉本の判断で2014年頃から、 爪将棋創作を封印して、奨励会に集中したという。爪将棋作家として、著名内藤家は、爪将棋作家としての藤井を高く評価しているが、タイトルを取るくらいまで爪将棋創作は控えた方が良いという胸を、藤井の師匠の杉本に話したと述べている。2017年、藤井は対局で多忙なので、爪将棋の創作は控えているという胸を、 感染記者の保坂翔吾に述べた。趣味は、テンパズル、各地の積雪量のチェック。読書家であり、新聞をよく読む。また、中学時代の同級生曰く、鉄道ファン。2018年12月1日、ニコニコ生放送の将棋中継に出演し、AMD 社のライゼン7を CPU として搭載した、パソコンを研究に用いていること。 AMD 社が開発中の全2アーキテクチャの CPU に興味があることを述べた。同年12月3日、AMD 社の CEO であるリサスーはツイッターで日本の著名な騎士である藤井聡太さんがライゼンファンであることを日本にいる弊社スタッフから聞き、とても嬉しく思っています。2019年には全2を上司して藤井さんの期待に応えたいですという趣旨を述べた。 2020年8月21日第61期を以前での多い獲得翌日の記者会見において落ち着いたらパソコンを1台組みたいなと思いますと語った。2020年9月10日付の中日新聞に掲載されたインタビューで現在使用している CPU がイゼンスレッドリッパー 3990X であることが明らかになった。学校での好きな科目は 数学、地理、体育。陸上競技系が得意だが、球技は苦手とする。好きな食べ物として、ラーメンや味噌煮込みうどんなどの麺類、母親の作る辛口カレーを、嫌いな食べ物として、キノコをあげる。名古屋市北区、大曽根のラーメン店、陣屋には、師匠の杉本正隆に、中学1年の頃に連れて来られたことをきっかけに、毎月のように通っているとされる。 音楽では、兄の影響で聴き始めたスピッツを好み、スピッツのアルバム、名前をつけてやる、収録の魔女旅に出るを、スピッツ屈指の名曲と評する。プロ入りする前は、ハブヨシハルや谷川浩二に憧れていたが、プロになってからは、憧れから抜け出さないといけないという信念から、憧れの騎士はいないとしている。負けず嫌いな性格で、幼い頃は負けるたびに号泣して、 周囲の目を引いた。王子の清水工作は、信和建設株式会社、元代表取締役社長。木ボロモンテス総理の木星競具は2021年6月、現在の第一。位。登場、連覇の太字は、歴代最多記録。他の騎士との比較は、タイトル獲得記録、将棋のタイトル在位者一覧を参照。非公式戦優勝竜王戦と順位戦のクラスは、 衝撃士の在籍クラスを参照。最優秀騎士賞、それと同等の賞は太字。主な最年少記録その他記録商談及びタイトルの獲得、質感による肩書きの遍歴を記す。ありがとうございます。